M2 ビル正面により、M2 ビル正面斜め前より、M2 ビルとは、東京都世田谷区木沼に存在する建築物である。もともと松田の東京の拠点の一つとして建てられ、1991年11月28日にオープンした。ビル名は、二つ目の松田の意味であった。熊健吾デザインによる、ポストモダン建築の斬新な内外装デザインが、国内外の 各方面から話題を呼び、今でも、語り草となっている。しかし、当時の建築界からは、批判を受けた。建築評論家、桐敷慎次郎氏が、新建築士もこの作品の発表をためらった。建築界の批判は、で厳しい。要するに、ちょっと手加減した袋叩きであると書いた。2011年に旅行サイトの EN、バーチュアルタリストは、 世界の10の醜悪なビルの一つとして M2 ビルを取り上げた。M2 は尻滅裂、憂鬱で徹底的に汚いと評している。熊健吾自身も建築界での M2 の評判もかんばしくなかった M2 がトラウマになってと回想している。および松田ロータリー世田谷の営業がメインとなった。1999年には松田ロータリー世田谷。 マツダアンフィニテンが閉店となり、一般との接点がなくなってしまった。2002年、マツダは M2 ビルを売却した。売却先は、長崎県に本社を置き、群馬県、埼玉県、多摩地域でも事業展開している、観光総再サービス業、株式会社メモリードであった。異業種経営にも積極的に取り組んでおり、かつて長崎県大村市で、 オートザム店を経営していたことがあった。その縁で東京進出の旗印とすべく M2 ビルの購入を決めた。ポストモダン建築の特徴的な外観には一切手を加えず内装の改造を行い、2003年東京メモリードホールの名称で最上としてリニューアルをオープンした。ありがとうございます。